SLC-37 の水平統合施設前のデルタロケットの一段目コモン、ブースターコアはアメリカ合衆国のロケットでデルタ4にモジュラーロケットシステムの一部として使用される。デルタ4は中規模から中規模の人工衛星の打ち上げに第一段として1機のコモンブースターコアを使用する。重量物の打ち上げ時には三機のコモンブースターコアを使用し三機のうち二機は ブースターとして第1弾の両側に配置される。コモンブースターコアは全長40.8メートル、直径5.1メートル、エンジンは1台の液体水素、液体酸素を燃料とする RS-68 エンジンを使用する。第1弾のコモンブースターコアの最初の地上での燃焼試験は2001年3月17日に行われ、当初の計画での最終試験は5月6日に、 行われた。試験は1960年代に、サターン V ロケットの第1弾である SIC の、試験のために建設されたジョンシーステニス宇宙センターの B-2 試験台が使用された。コモンブースターコアの最初の打ち上げは、デルタ4ロケットの初打ち上げで、ケープカナベラル空軍基地の37バイト発射台から2002年11月20日に、行われた。最大構成である、 3機のコモンコアブースターを束ねたデルタ4ヘビーの最初の打ち上げは2004年12月21日に行われた。この打ち上げでは3機の CBC すべてがキャビテーションによる酸化剤の供給系統の不具合により燃焼が予定よりも早く停止されたことにより予定よりも低い軌道に投入された。この失敗により圧力弁が追加された。 2014年12月時点において、デルタ4は28機打ち上げれ、20機はミディアムとミディアム仕様で8機がヘビー仕様だった。総計44機の CBC が打ち上げられた。CBC は、ユナイテッドローンチアライアンスのアラバマ州、ディケーターの150万平方、フートの製造施設で生産され、専用の輸送船である M、V デルタマリナーで、 バンデンバーグ空軍基地あるいは、ケープカナベラル空軍基地に輸送され、宇宙機と補助ロケットやデルタ極低音2段のような他の構成要素と組み合わせられる。ありがとうございます。